95コンサートツアー春もっとモーニング娘。松山公園にやってきました。松山公園です。はい、今日はちなみにですね、電車ではなくて車で送ってもらいました。お父さんがね、車運転してくれて、うん、ね、楽ちんで、車超楽そして、はい、あ、ちょっと待ってね、路面電車来た、路面電車。ちなみにお兄ちゃんは今路面電車などなどに乗って鉄道旅を楽しんでおります。で、私たちも、そうやな、午前中の間は松山を堪能してました。なので午前中のライブ以外の旅の様子はまた後日アップするコンサート旅を見てください。見てください。そしてチャンネル登録の方もお願いします。はい、グッズはもう頼んだんだよね、買い物カゴに入れて。あとは買い物カゴネットでね、あと、はい、アプリで、あ、みーきゃん支払いして受け取りに行きます。ピッピしてもらいます。ピッピ、今日はあれやな、会場の仲間だな、ママ。はい、一人一人の写真のタオルが見えておる。ここ、あ、もう中かってこと。あ、すごいたくさん人来た。あー、すごい、レッツゴー。また後日、後日じゃないわ、また後で、後で。後でちょっとまた紹介しましょうかね、うん、ちょっとハプニングもあり、あ、そうやな。でもその悔しさに負けて、もうママにおねだりした。グッズの紹介はまたライブの後でやります。では早速ライブに行ってきます。じゃあちょっとグッズの紹介からいこうか。うん、まず T シャツは新しい T シャツです。これもハマちゃん色にしました。その上にキラ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 、じゃーん、じゃーん、ハッチン。この今日はね、うん、もっとモーニング娘っていうことで MMM ね、 MMM なので M にしてみました、うん、まずはホマちゃん、マリアちゃん、ハルさん、リオちゃん、ダイリー M。でも本当はメイちゃんも買いたかったんやろ。そう、メイちゃんも買いたかったんやけど売り切れになってしまったよ。そうなんよね、ちょっと行くのが少し遅かった。そうやね。じゃじゃん、これはペンライトの上の部分、ここの部分だけ買いましたっていう本になりました。で、下はみずきちゃんの時に買ったペンライトと同じやつです。付け替えたね。うん、付け替えた。くるっと回してみて、くるっと、そう、カラフル。ここがさ、なんかさ、メンバーカラーっぽくない？ほんまや、ここメンバーカラーや。これをね、今日もブンブン振りました。イエーイって言ってね。はい、ビジュアルブックです。今回ね、みんな衣装が黄色なんよ。ほまちゃんのメンバーカラーやけんな。マジで嬉しかった、ほんまに嬉しかった。じゃん、まずエリポンね。よっ、リーダー、かわいい、リーダーになったね。ほまちゃん超可愛くない？このね、ほまちゃんの髪型、お団子、ライリー、ライリー、ライリー、このお下げが超可愛いんや。ハルさん、ハルさん、ハルさん可愛い。このね、私な、ハルさんがハーフテールして後ろでリボンつけてめっちゃ好きな。それと、じゃーん、マリアちゃんのマイクロファイバータオルっていうのを買いました。これのほまちゃんバージョンも欲しかったんだけど、それも品切れなんで。そうなんよね、経験不足でございます。でもマリアちゃん、マリアちゃんね、超可愛い。それとリストバンド、これはハルさんのカラーです。今日は5月6日ハルさんの誕生日でした。みんなでバースデーの歌歌ったりとか、始まる前にハルさん、ハルさんって言ったり、ハルさんコールやったね。そうやな、うんうん、なんか MC とかでもとにかくみんなでハルさん盛り上げようみたいな。あー、そうやね、そう、ハルさんはこんな感じでみたいな。お客さんもメンバーも全員でハッピーバースデーの歌歌ったやん。それがほんまに嬉しかった。すごい一体感でよかったよね、うんうん、春さんも喜んでくれよったよ ね。 そうね、歌とダンスをもっと頑張りたいって言った。そう、今回のツアーのタイトルがもっとモーニング娘。で、今日この MC で分かったんやけど、もっとの意味はもっと頑張るとか、もっと知ってほしいのもっとと、うん、
もう一つゆうたんわかる？一人一人のモットー、そうそう、モットー、目標の意味のモットーっていう、現状で満足するなっていう、なんかそういう意味があるって、目標を目指せみたいなね。さあ、春さんとかさ、あとゲッター、17期のメンバーさ、ね、これで1年経つんやけど、うん、なんかすごく成長すごい感じたなって私は思うけど、そうやな、どう？可愛いだけじゃなくてかっこいい表情とかも、ゲッターもさ、そうそう、もうほんまにかっこよってって釘付けやったわ、ゲッターに。どうやった？ライブの内容的には。いや、もうほんまにすごかった。一番初めにさ、ワンツースリーやったやん、あれね。で、それでみずきちゃんのパートを15期がやってるのがもうめっちゃ心残っとった。で、100万ドルの夜景ゆるもみたいなとこあるやん、めいちゃんが読んでるのがもうほんまにすごくって、ワンツリーとをめいちゃんがやって、で、パリとをほまちゃんがやって、ツリーもちょっとをりょうちゃんがやってるのがもうすごくって。そう、りょうちゃんが体調がちょっと悪かったけど、今日戻ってきてくれてよかったよね。よかった。りょうちゃんの歌声めっちゃ綺麗やった。メイクアップコール目覚める時だね、人生を楽しむ時だね。で、その後にハッピーバースデーがあってやん、あれ、私17期がやったのを初めて見たの。はるさんとゲッターの一緒に、うん、あの歌うところとか、はるさんのソロあったな、ハッピーバースデーのはるさんがハッピーバースデーソロで歌っとったね。なあ、ライリーの一番初めの曲がハッピーバースデーやったやん、うん、やけ、ああライリーもすごいなって思ったわ。あ、そっか、うんうんうん、この辺のね、曲はよくね知ってる曲やし。そうやな。ほんで、その後に MC があったりして、で、ユニット曲、ユニット曲っていうかさ、ちょっと気になったんやけど、私ライブ中にパッと小春見ました。ん、なんかいつもより固まってなかった？ちょっと、え、なんか今回さ、曲分かった？あんま気分かんなかった。去年とかはその25周年っていうのもあって、あ、ザ・モーニング娘。のみんなが知ってるような曲いっぱいやったんやけど、うんうん、だから今回はこの、うーん、ファンとしてはむちゃくちゃなんか、あ、聞きたかった。そうそうそうね、ちょっと懐かしい感じ。終わってから、うん、めっちゃ懐かしいとか曲、そう、久しぶりに聴いたみたいな、ちょっと前のライブでめっちゃ盛り上がったみたいな、うんうん、なんかそういう曲だったりとか、うん、まあ、小春が生まれるちょい前ぐらいの曲、道重さゆみちゃんの時とか、なんかその辺の曲が多かったかなと思って。春分かるかな、意外と私分かる。え、これ なんていう曲やってるのが結構多かった。やっぱあれやね、反省点で、これあの瀬取りって言って、曲目はあの実際ツアーが始まったらネットとかに公開されてるから、うん、まあ、それをチェックして予習していかないかね。結構何が出てくるかなって楽しみもあるから、あ、まあ、おうおう、えっかなと思いよったけど、あるけど、だけどやっぱり知っておきたいから予習も大事やな。予習大事やったね。でもさ、まあ、その分ペンライトの色をさ、母はね、こうやってライブ中にこういっぱいこの YouTube の撮影のためにこうめちゃくちゃメモを取ってるんですよ。で、それも忙しくって、そしたら小春が横からペンライトの色をピピピピピって帰ってくれて、ピピ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 あった。今は私の魅力に、これ17期がね、ユニットの一番初め2人で歌ったんやけど、知ってるこの曲？聞いたことあったけど、これはね、三井愛花ちゃんがね、一番初めに歌ったんやけど、うんうん、まだ新人の子がね、まだまだ私の魅力に気づいてないでしょって言って歌う曲なんよ。それを、そうそうそう、17期、このユニット曲の時にさ、衣装チェンジもあったやんか。あ、ゲッターが髪の毛下ろしとったやん。そうやね。そう、じゃあイヤリングもめっちゃ似合っとって可愛かったし、かっこよかった。さあ、この愛を重ねてっていう知ってる？あの紫チームのチェルとさくらちゃんが2人で歌うの、歌がやっぱ歌声が上手いなって。そう、僕はあの 曲名が違う。曲名私もパッと出んかったけど、情熱のキスを一つとか、私のでっかい花とか、なんかプラチナ期の愛ちゃん、レイナちゃん、リサちゃんたちが歌っとった曲だったりとか、あとはもうあゆみんが入ったばっかりの時に歌った、カラフル期に歌ってた曲、なんかそういうのを今のメンバーが、推しだったメンバーのパートを受け継いで歌ってるっていう、この凄さよ。だってな、 MC でもいいよって、あのエリポンとかさ、うん、皆さんのおかげでまたガキちゃんのパートを歌うことができましたって言ったもんな。でもな、あれも最高やった。将来がなんだなんだなんだって、でもなんだと同じを愛媛バージョンで、そう、みかんちゃん
を持ったりバリーさん持ったりしてやってたよ。ハナさんがもう超可愛かったって。ニキャちゃんのさ、なんかかぶり、かぶとかね、そう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 、なんかかぶってやってたのが、マリアちゃんがさ、うん、バリーさんが可愛かったからってさ、他のメンバーからピッて撮ってさ、さくらちゃんからかな、さくらちゃんからちょっとって言って、やっぱもう最高やわ、みんな可愛い、うん、なんかあのマリアちゃんも超セクシーでスタイルもいいし、特にさ、今日さあれやったら髪の毛そのまま下ろしとったや、うん、やけどさ、特に髪の毛がこうパサパサってて、色っぽいじれったいの時にマリアちゃんと、うん、あとゲッターが前に出てきて2人がこうダンスするシーンがあったんやけど、はった、そうなの、だからゲッターもからなんか体のさ動き大きくて髪の毛下ろして、髪の毛ブンブンヘアの、そう、あの2人でなんか組んでやったらすごいことになるんじゃないかってちょっと思った。確かに、あゆみんのダンスもすごかったし、でもあの激しいダンスはすごかった、見せ場がいっぱいあったな。ライリーはなんかライリーの動きって感じだったし、あ、そうやな、かっこいい。ホマちゃんもまたすごかった、推しのね、ねー、ちょっとホマちゃんについて今日語るの少なくない？うん、もうでももうほんまにね、ホマちゃんも今日おろそった髪の毛を、うん、大人っぽかったね、ちょっと、そうそうそう、大人っぽかったんやけど、やっぱりもうほんまにお人形さん、うん、ダンスうまいし、スタイルもええし、うん、顔もかわいいし、なんかほっぺがさなんかさ、触りたいからさ、めっちゃプリプリみたいじゃなかった、かわいい、それ持っとき、あー、ほまちゃん押してます、超押してます、あ、こっちにもおる、でさ、歌方さんの映画やつ行くよみたいなとこあるやん、うん、あれさ、15期言ってなかった、推しの活躍はたまらんね、たまらんよ、はよ、 How do you like this Japan? イエイイエイイエイのやつ、あ、こっちはイエイイエイイエイって言ったよ、イエイ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 やって、ちょっと違うけど、これ実は知らんやろ、ほら、言ったよ、一番最後に全員でさ大合唱したさ、Be Alive よ、あ、そう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 、歌えた、歌えたよ、あれも知ってるもん、あれめっちゃ綺麗な曲やもん、歌って、なんだっけ、君に届く、違う、じゃあ星を守る、なんだろ、歌を歌って小田さくらちゃんはオーディションに合格したんよ、そうなん、そう、勉強ほんまに足りません、そうだから MC でもいいよったんやけどな、私ももっと自分の推しノートとか作って勉強したいって思った、今日 MC で横やんと萩原かねちゃんとあゆみが出てきて推しの話をするんだ、そうそうそうって、加入する前に自分が推してたこととか、そうそうそう、推してたメンバーのこととかね、こんな風にして推し活してましたみたいな話をしよったよね、 そう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 、それでもはがやかねちゃんが、うん、自分の推しの名刺、うん、メンバーの名刺を作っとるって言われて、へ、うん、ってなって、そう、ノートにもまとめたって言おったしね、うんうんうん、そこに刺激されたわ、あとれいなちゃんも自分で給食の時間とか好きな曲、モーニング娘。の曲をかけたいから放送委員になったって言った、学校で、小春さんあれやん、児童会、はい、私児童会です、なんかの行事の BGM、 モーニング娘。にすればいいのか、みんなに知ってもらえるか、いいや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 そんな風に私ももっと好きを極めて推しのことについて調べてまとめてモーニング娘。に近づいてなっていけたらいいなって思います、というわけで、ね、初めて松山に来て、うん、松山公園を見て松山満喫して、満足やな、よかったね、ゴールデンウィーク最終日、えライブの時にな、そう、ライブの時にな、手振ってたよ、私もマロンな、ほんならな、マリアちゃんがな、手振ってくれたんやって、マリアちゃんね、絶対私やったいや、ママやった、絶対私やった、いや、ママやった、だってママが手振ってくれたって言ったら、私も必死に振ったよ、振ってくれたもんこれマリアちゃんの色のリストバンドです、ホマちゃんなの、マリアちゃんなの、はっきりしなさいよ、キレマちゃん、みんなどうしてるんですか、こんな推しが多いとき、推しのグッズとかもさ、はるさんに、りおちゃんに、めいちゃんに、ほまちゃんに、まりあちゃんに、わーってなってるとき、みんなどうしてるんですか、確かに、どうしようやろうね、コメントで教えてください、本当推しがたくさんいるときのグッズ選びの仕方とか、うんうん、困るよ、ほんまに、じゃあこれ、次ダイリー買うとか
心変わりしてるわけではないんやけどね。あ、そう、心変わりしてるわけではないんですよ。推しがいっぱいあるから。こんな方法もありますけどね。あ、そう、またコメントでも教えてください。これからもモーニング娘。を目標にして、好きを極めて推しを極めて頑張っていくので、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。バイバーイ。本当にやってますか？あ、やってます、いつも見てます、頑張ってくださいって言われて、めっちゃ嬉しかったよね。ありがとうございます。頑張ります。ということで今からタイムスタビに行きます。